入場曲は愛知教育大学吹奏楽団による演奏録音で、曲目はアール・シュトラウス作曲歌劇バラの騎士組曲でした。一同ご起立願います。礼。ただいまから令和2年度愛知教育大学卒業式を行います。これより愛知教育大学混声合唱団による国歌君が代の合唱録音を流します。感染症対策のため声を出さずに心の中でご唱和ください。国歌斉唱。一同ご着席願います。学域授与。初等教育教員養成課程466名卒業生代表林健太。学域第56471号林健太。本学所定の課程を修め、本学を卒業したので学士教育学の学位を授与する。2021年3月23日愛知教育大学長野田敦則。中等教育教員養成課程206名卒業生代表熊原加乃。学域第56117号熊原加乃。
本学の所定の課程を修め、本学を卒業したので、学士、教育学の学位を授与する。2021年3月23日、愛知教育大学長、野田敦則。養護教諭養成課程42名卒業生代表伊藤瑞希。学位期56,831号伊藤瑞希。本学所定の課程を修め、本学を卒業したので、学士、教育学の学位を授与する。2021年3月23日、愛知教育大学長、野田敦則。大学院教育実践研究科専門職学位課程41名修了生代表木下真嗣。学位期第426号木下真嗣。本学大学院教育実践研究科教職大学院において所定の学位を取得し、修了報告書の審査に合格したので教職修士専門職の学位を授与する。2021年3月23日愛知教育大学長小田敦則。特別支援教育特別専攻科29名修了生代表坂倉由紀。修了証書第359号坂倉由紀。本学特別支援教育特別専攻科の課程を修了したことを証する。2021年3月23日愛知教育大学長野田敦則。以上、総員1041名、卒業生、修了生、起立。礼。学長告示。
どうぞお座りください。告示、キャンパスの桜も開花の時期を迎え、いよいよ春本番を感じます。本日晴れて卒業並びに終了の日を迎えた学部895名、大学院117名、特別専攻科29名、合計1041名の皆さん、ご卒業終了を心からお祝いを申し上げます。今日まで皆さんを支えてこられたご家族の皆様も喜んでおられると思います。皆さんの新たな門出にあたり、愛知教育大学を代表して祝福の言葉を述べさせていただきます。学部の皆さんは平成から令和になる転換期に学生時代を過ごしたことになります。また昨年3月からのコロナ禍では、前期は完全に遠隔授業を要請し、部活サークル活動も控えてもらいました。大変な思いをさせましたが、皆さんの協力のおかげで集団感染も出さず、教員採用試験など皆さんの進路に関わる場面も支障なく乗り切ることができました。改めて感謝申し上げます。このコロナ禍を通して生活様式は一気に変わろうとしています。この経験はきっと皆さんの今後の人生にも生きてくると思います。去る3月11日には被写行方不明者等を含め2万2000人を超える東日本大震災から10年が経過しました。今なお4万以上の方が避難生活を強いられているといいます。当時皆さんはほとんどは小学校6年生で卒業を控えていたか、または中学生であったと思います。今図書館で遺作展を開催している本学の卒業生である小田太郎さんは大学4年生になる直前でした。すぐに石巻市に出かけ、復興のボランティア活動を始められました。5月に採用試験の願書提出のために一度は愛知に戻られ、またすぐ東北に出かけボランティア活動を続けられたそうです。蒲郡市の教員になられてからもたびたび東北に出かけられました。残念ながら3年前に癌により29歳という若さで逝去されました。今月26日まで図書館にて遺作展を開催していますので、ぜひ見てください。この10年間起こらなかった年はないくらい日本のどこかで災害がありました。学校等での防災教育はますます重要になってきています。過日 NHK でも放送されましたが、3年前に本学の大学院を修了し、蒲郡市の小学校教員で東北でのボランティア経験を持つ市川正樹先生は、小田さんの遺作の絵本を道徳の授業教材にして防災や命の尊さを指導されています。これから教職及び教職を支援する専門職に就く皆さんも、小田さんの意思をそれぞれの立場や方法で受け継いでほしいと思います。さて、多くの皆さんが入学した平成29年度に学部の組織が大きく変わりました。初等教員養成課程に生活科専修と日本語専修を設置しました。またチーム学校という考え方が重要になってくることに伴い、教育支援専門職養成課程を新たに設置しました。これらの専修コースでは皆さんが初めての卒業生第一期生ということになります。学部改装と同時にカリクラムも改革しました。教員養成大学らしい教養科目として、教員に必要な知識と子ども理解を深めるために教師教養科目を立ち上げました。中でも実践力育成科目は全学必修とした 1,2 年生時の学校体験活動、 3、4年生時になると選択必修として自然体験活動、多文化体験活動、企業体験活動を置きました。授業後に実施したアンケートでは肯定的な回答が多く、
満足度の高さが伺えます。体験活動ですので多様な人々と触れ合うことができ、きっとそれぞれの思い出があることと思います。大学院も今年度4月から大きく変わりました。教育に関わる分野はすべて教職大学院へという国の方針もあり、教職大学院の定員を50名から120名とし、これまで教職大学院にはなかった各教科、幼児、養護、特別支援教育や愛知県の特色である外国人児童生徒支援、ものづくりを新たに立ち上げました。したがって修了生の皆さんはそれぞれの研究科の最後の修了生となります。それぞれの研究科の伝統を心に刻み、先輩諸子同様活躍されることを期待しています。私も一先輩として皆さんを応援しています。また学部卒業の皆さんの中には、教職大学院あるいは新たな修士課程に進学する人もいます。一旦社会に出る多くの人もぜひいつか大学院に戻り、各分野の中核となるために自身のキャリアを高度化してほしいと思います。さらに修士課程を終えた人で研究職を目指す人には、音楽の共同教科開発学専攻、いわゆる博士課程があります。今回もお二人が博士の学位を取得し修了されます。中でもカンボジア出身のマムチャンセンさんは留学生として初の学位取得者となりました。周りの皆様に支えながらよく努力されたと思います。数多く後に続く方が出ることを期待しています。次に音楽の歴史や教育環境についてです。今年度はそれまで名古屋と岡崎にあったキャンパスを、この地刈谷市伊ヶ谷町に統合移転して50年を迎えました。3年後の令和5年度には、明治6年に設立された音楽の前身である愛知県養成学校から数えて150年の区切りとなります。自然科学棟は改築中、今後は美術・技術・家政棟、養護教育棟、保健体育棟が改築されます。設備だけでなく、教育組織やカリクラムの改革も行われます。ますます充実していく母校の様子を数年に一度は見に来てほしいと思いますし、皆さんが社会で活躍する姿を音楽の教職員や後輩に見せてあげてほしいと思います。毎年秋にはホームカミングデーを開催しますので、ぜひ来てください。最後に、音楽の未来について話します。私は昨年4月に音楽の第13代学長に就任しました。キャッチフレーズ、子どもの声が聞こえるキャンパス、地域から頼られる大学を掲げました。教員養成大学ですので、日常的に刈谷市はもちろん、地域の子どもが遠足や社会見学等の校外学習で音楽を目的地にしてほしいと思っています。大学近くにありますハイウェイオアシスに、令和3年度中にスマートインターチェンジができると、音楽までは車で5分です。これで県内はもとより全国とつながることになります。ぜひ目的地になりうるようなコンテンツを学生や教職員で整備したいと思います。例えば自然科学棟に行けば科学の面白さを体験できる実験教室、教育尋問棟に行けば歴史教室、図書館ではキッズルームで幼児向けの読み聞かせ、美術棟では絵画や彫刻など、音楽棟ではミニコンサート合唱の指導など、グラウンドや体育館ではスポーツ系の教室などといったことをイメージしています。子どもたちは対象への関心を高めるとともに、世話をしてくれた学生に憧れを感じ、学生は教職の魅力を感じる機会となると期待しています。また地域から頼られる大学とは、決して上から目線の連携ではなく、課題となっていることを共有し、共に悩み解決に向けて一体感を持って取り組んでいくということです。例えば外国籍の子どもたちの指導、特別支援教育などが挙げられるかと思います。もう一つ、国立の教員養成系大学としてやらなければならないことは、教職の魅力を高めることです。近年全国的に教員養成系学部学科の入試倍率は低下傾向にあります。また小学校教員採用試験の倍率は 2.7 倍と過去最低を記録しました。
本学の教員養成課程の卒業生も教員になる人が7割を切っています。一方、35人学級が実施されることにより新たに1万人の教員が必要になるとされています。今こそ社会とともに教職の魅力を高め、未来を担う子どもたちを育てることに意欲のある若者を増やしていくことが重要です。そこで昨年8月より教師の魅力競争プロジェクトを立ち上げて取り組んでいます。4月から教職に就く皆さんは一人一人の子どもの良さに目を向けることを心がけてください。今回は別の道に進む皆さんも他の職業等での成長をぜひ将来学校教育に生かしてください。教職を支える専門職に就く人は教員と共同して未来の教育を担ってほしいと思います。皆さんは卒業終了されると私と同様本学の同窓生となります。どうかここを育った後も本学並びに同窓会の活動を支えてください。本学での学びを礎に健康に留意され大きく羽ばたかれることを記念いたしまして、卒業終了にあたっての告示といたします。令和3年3月23日愛知教育大学学長野田敦則。卒業生、修了生、起立。礼。着席。卒業生及び修了生代表の言葉。教育学部代表、中等教育教員養成課程数学専攻、柴田朱里。令和2年度卒業式、卒業生代表の言葉。肌を刺すような冷たい冷気が和らぎ、吹く風にも春の訪れを感じるようになりました。本日、私たちは晴れて愛知教育大学の卒業式を迎えることができました。新型コロナウイルスの影響で式の開催も危ぶまれましたが、その中でこのような素晴らしい式を挙行していただき、卒業生一同を代表してお礼申し上げます。また、学生生活最後となる今日という日に、お忙しい中ご列席くださいました諸先生方にお礼申し上げます。思い起こせば4年前、着慣れないスーツに身を包み、私たちは愛知教育大学の門をくぐりました。今までとは違う場所、初めて顔を合わせる仲間たち、そういった新たな環境での生活というものは不安でいっぱいでした。ただそれ以上に新たな生活への期待で胸が高鳴ったことを覚えています。そこから学業や部活動、サークル活動等に励み、アルバイトやボランティアなど学外でもさまざまな経験をしました。こうした他者との関わり合いや新しいことへの挑戦を通して自分の感性を磨き、価値観を広げることができたように思います。日々の経験を重ねる中で自分の将来について考えることも多くなりました。学校サポート活動や教育実習などは、将来の自分自身を見つめ直す良い機会だったと思います。こうした機会を通して、迷いながらではありましたが、着実に未来の自分へ歩を進めることができました。4年時には新型コロナウイルスの蔓延により新しい生活様式が強いられ、普段の学業や卒業研究、就職活動にも大きく影響が出ることとなりました。思うように物事が進まず、
さまざまな面で苦しい1年となってしまいましたが、それでも今、大学生活の最後にこうして式を挙行していただいていることには喜びを隠せません。入学から早4年、私たちはたくさんの人と出会い、多くの経験を重ねてきました。この4年間で得たものは人によってさまざまだと思いますが、そのどれもがこの愛知教育大学で得たものに変わりはありません。ここで得たことを胸に、私たちはそれぞれの道を歩んでいきたいと思います。最後になりますが、未熟な私たちにいつも適切な指導を与えてくださった諸先生方や、さまざまな場面で私たちを支えてくださった職員の皆様に、改めてお礼申し上げます。また、大学卒業を迎えた今日まで、私たちの成長を見守り続けてくれた家族に感謝します。そして、愛知教育大学の一層の発展を願い、卒業生代表の言葉とさせていただきます。令和3年3月23日、卒業生代表、中等教育教員養成課程数学専攻、柴田朱里。大学院教育実践研究科代表、教職実践専攻、木下真嗣。寒さも和らぎ始め、花々の芽吹きが新たな季節の到来を告げる頃となりました。本日ここに令和2年度の修了証書授与式を迎え、教職大学院の修了生代表としてお礼の言葉を述べさせていただきます。本日は私どものために修了証書授与式を執り行っていただき、誠にありがとうございます。すべての教職員の皆様に修了生一同厚く御礼申し上げます。修了という節目を迎えた今、入学当初の頃を思い出すことが多くなりました。まさか新型コロナウイルスの影響で社会情勢、日常生活がここまで変わるとは思ってもいませんでした。いかにいつもの何気ない日常が大切で幸せなことなのかを改めて実感しています。そしてこのような状況の中、修了証書授与式を挙げていただき、心から感謝申し上げます。先日、書店で池上彰さんの書いた何のために学ぶのかという本のタイトルが目に留まりました。とても難しい問いだと感じました。人によって学ぶ意義も、学んだことをどう生かすかも異なるからです。池上彰さんは、学ぶとは決して人に取られることのない財産であると書いていましたが、腑に落ちませんでした。そこで自分自身がなぜ教職大学院に進学したのか、2年間で何を学んだのかを振り返ることにしました。9年前に恩師の姿に憧れ、教師になりたいと志し、教職の道に進みました。しかし大学4年の教育実習では、子どもとの接し方、授業作りの方法など、自分の教師としての未熟さから子どもの前に立つ資格があるのかと悩みました。教職大学院に進学し、2年間の学びを終え、その悩みが解消されたわけではありません。しかし授業や多くの実習を通して、自分の授業作りや学級作りに対する自分なりの教育観を明確に持つことができるようになり、自分自身の成長を感じることができました。今胸を張って2年前より成長できたと言えます。つまり学ぶことは自分自身の成長を実感することではないかと思います。昨日の自分より知っていること、できることが増えた、1年前よりもやってみたいことが増えたと実感し、成長を感じることが
何のために学ぶのかの問いへの答えではないか、教職大学院での2年間を通じて見つけた自分なりの答えです。今後、教師として働いていく中で、多くの失敗や挫折を経験すると思います。しかし、心配はしていません。それは、教職大学院での2年間の学びで、自分自身の成長を実感することができたからであり、一緒に成長してきた仲間がいるからです。教育について真剣に話し合い、過ごした時間は私にとって大切な財産となっています。今後も一緒に学び、成長し続ける仲間でありたいと思っています。最後になりましたが、今日までご指導、ご支援いただいた先生方、職員の皆様、支え、励まし合った仲間たち、そして何より教師になりたいといった自分をどんな時も支えてくれた家族に、改めてお礼を申し上げるとともに、愛知教育大学教職大学院の発展を記念いたしまして、修了生代表の言葉とさせていただきます。令和3年3月23日、愛知教育大学教職大学院修了生代表木下真嗣。祝電をいただいておりますので、ここで一部ご披露いたします。卒業生並びにご臨席の皆様のご健勝と、企画のますますのご発展をお祈り申し上げます。刈谷市長、稲垣武様。お時間の都合上、この他の祝電につきましては、本部と入試課前、掲示板にて展示してございます。一度ご起立願います。これをもちまして令和2年度愛知教育大学卒業式を終わります。一度礼。ご着席願います。会場曲は愛知教育大学管弦楽団による演奏録音で、曲目はブラームス作曲交響曲第1番です。卒業生の皆様、お忘れ物がないように確認してからご退場ください。それではまずは座席エリアが A の方および E の方は座席エリアの用紙で指示されている出口からご退場ください。